こんにちは、サラです。第2弾のポーチと月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。ということで今回は6月のお気に入りコスメと7月の注目コスメを紹介していきたいと思います。あと少しで花火大会が始まります。早い。ではまず6月お気に入り、こちらザ・センムカバーパーフェクションコンシーラーパレット01です。ザ・センムのコンシーラーといえばこちらね、これも好きなんですけど、ベンツみたいな形のやつ、これがオレンジ、グリーン、ベージュがセットになっててカバー力もあり良いのですが、わりかし最近ですね、こちらのパレットバージョンが出まして、上3段のグリーン、オレンジ、ベージュに加えてイエロー、ブルー、ホワイトも入ってます。かもしっかりと塗りやすいブラシとスポンジ付き。今ちょうど鼻周りのファンデが剥げてきたんで、こちらでカバーしていきます。鼻周り私赤いから、このグリーンでカバーしていきます。カバー力も密着力も高い。このブラシがマジで短いけど塗りやすい。これ一つで済むっていうのがいいですよね、本当に。で今まで他のブランドからもコンシーラーパレット結構出てるんですけど、6色でブラシ付きはないんじゃないかな。こんな感じで綺麗にカバーできます。じゃあのホワイト取って、ハイライトとしても使えます。こういうね、くぼんだとことかちょうどいい。しかも気になる部分をカバーしながら明るく見せてくれるので良いですね。ニキビ跡とか気になる部分はベージュをスポンジにとってピンポイントでカバーできます。クマにはオレンジ、イエローで赤み消し、くすみ飛ばししたり、ブルーで顔の中心に明るさを出したりなどもできます。お次がこちら、シュウ上村アイスカルプト 3D コントゥアベージュと 3D コントゥアモーブです。これはケイトのポッピングシルエットシャドウとか好きな方は絶対好き。左側がベージュ、右側がモーブ。この締め色が濃すぎないのでめちゃくちゃ日常使いしやすい。かつこのラメがめちゃ可愛い。ナチュラルなメイクも華やかなメイクもこれでできるし、涙袋グリッターとかも別で使わなくていいのでかなり使いやすかった。お次はこちら、カラーグラムリフォーミングコントゥアスティックの2番3番です。これが6月の目変わりのタイミングでリニューアルされて、もともとはこっちがクッションタイプだったんですけど、ブラシに生まれ変わりました。チップだとどうしてもベースメイクが剥げちゃってたので、これはありがたい。こちらが2番、こちらが3番。ナチュラルなのは3番かな。よりブルベ向きで濃いめなのが2番。2番使っていきます。ちょうどいい太さで滑らかに引けるので、フェイスラインとか首の下とかめちゃ塗りやすい。あとこう鼻の付け根もフィットします。で反対側のブラシでなじませるだけ。もともとのスティックの塗り心地がすごい好きだったので、これはよりお気に入りになりました。そして次こちら、これなんだかわかりますか。うちらのエチュードディアダーリンティントです。ペンになっちゃった。エチュードディアダーリンマーカーティント04番です。前エチュードハウスだったもんね。エチュード家出してハウスなくなった。懐かしのめちゃくちゃジューシーなイチゴみたいな香りがします。本当にね、ペンです。これがさ、意外にも塗り心地が良くて、今までのリキッドのディアダーリンティントと違って塗りたいところにピンポイントで染み込ませられるっていう。前さ、上唇染まらなかったじゃん。でもこれしっかりこんな感じで染められます。下唇の真ん中だけやたら染まりやすかったんだけど、真ん中を避けて塗れる。なんならリップラインも取れちゃう。ほんのりしっとり。もちろんリップクリームとかグロスほどはしっとりしないけど、液体にしてはしっとりしてます。こちらのもう一ついいポイントが、今さ、ツヤがにじみ出るリップとかグロスとか流行ってるじゃん。でもさ、風強い日とか髪の毛つくくない？唇に。だから風強い日とか、あんまりこう唇は塗ってる感じ出したくないなって時にこれいいです。
あと使い方としては、これでがっつり染めた後に流行りのツヤティントを乗せてダブルで色落ち防止メイクもできる。はい、ということで目変わりがあったので韓国コスメちょい多めでした。はい、では7月の注目コスメ紹介していきます。まずこちら、ディオールフォーエバースキンパーフェクトスティック。なんとスティックファンデが出る。これも人気出そうだな。ディオール初のスキンフィルタースティックだって。クリームがパウダーへと変化し、滑らかに肌に溶け込む新体験。気になる毛穴色ムラをカバーし、暑くて湿気の多い季節でも美肌フィルターのような効果を発揮、仕上がりと心地よさが24時間持続。ファンデとしてもコンシーラーとしても使える。発売日が7月の5日です。そして同じくディオール7月の5日にディオールスキンルージュブラッシュカラー&グロー、チーク&ハイライトデュオパレットが出ます。257番、かわいい。287番もかわいい。100番はシェーディングかな、これ。これも気になるな。7月はね、結構デパコスが多いんですよ。次、マックですね。7月5日発売、マックグロープレイテンダートークリップバーム。これは6月11日西武渋谷先行発売、6月25日千葉そごう先行発売。まさかの千葉そごう、我らの千葉そごう。ペリエってまだある？ある、懐かしい、めっちゃ言ってた。はい、説明続けていきます。こんなにポップな色似合うかな、そう思った人こそ今すぐ塗ってみて。水分量に反応して自分色に変わる。1本でリップもチークもお直しできちゃう。めちゃ便利リップバーム。はい、そして同じ日にマックグロープレイクッショニーブラッシュが出ます。こちらも西武渋谷千葉そごう先行発売で、7月5日全国発売。にじみ出るような血色感をもたらす、通称お餅チーク。ラフな指塗りでもシームレスな仕上がり。日中もかさつきにくくしっとり感をキープ。チークだけじゃない、リップもふわりと彩るマルチユース。さっきのがリップ&チークで、今のがチーク&リップ。はい、そして次、7月5日発売、セザンヌ 3D ジェリーリップ。ジェリーのようなプルンとした質感でボリューム、光沢、ツヤ、美発色仕上げの新リップ。美容保湿成分 90% 以上。ついにこれグロスですかね、セザンヌから。なんか珍しい気がするな。そしてセザンヌシングルシャイニーアイシャドウ、高輝度高密着の単色ラメシャドウ。宝石のようなまばゆい輝きが特徴。パウダーでありながら弾力のある柔らかいタッチ。これは一色展開ですね。そして7月の5日追加発売。7月の5日すごいな。イブサンローランクチュールミニクラッチから新色が出ます。700番、710番、800番、810番。これもかなり人気ですからね。そして7月の5日追加発売、ジルスチュアートムースブローマスカラ。ジルのマイマスカラに新色が3色出ます。15番、16番、17番。15、16、かわいい。そしてジルスチュアート同じ日にブルームニュアンスブローパレット。これはリニューアルなのかな。このジルのね、アイブロウも私好きです。あのブラシがパキッと組み立てられる。全体的にふんわりとしたニュアンスカラーになったかな。ザ・茶色みたいなのはあんまないですね。かわいいです、これは。そして7月の9日、エクセルリアルクローズシャドウの新色 CX8 クォーツリング。これもかわいすぎる。可憐なコーラルとローズで凛とした印象に。これはイエベハルの方使いやすそうだな。でも意外と右上がシアーな発色だったら誰でも使いやすいかもしれない。7月の12日、ナーズライトリフレクティングトーンアップベール。新作下地ですね。軽やかに明るさ続く、ナーズ史上初となるトーンアップタイプのプライマー。これもう絶対いいじゃん。くすみを補正し肌を整え、化粧持ちが長時間持続。 SPF27PA2+ かな。はい、次、7月16日発売のコスメデコルテダズリングジェムです。コスデコの単色アイカラーからジュエリーが嫉妬するような至高の輝きを叶えるアイカラー。とにかくキラキラバージョンが出るってことですね。これも人気出そうだな。はい、お次、7月16日追加発売、レブロンキスシュガースクラブの新しい香り、116番ピーチです。こちらは日本限定発売だって。みずみずしいピーチの香り。
このキスシュガースクラブもね、すごいロングセラーですよね。いろんな香りが今まで出てきてるね。はい、次が7月17日発売のロージーローザ 3D スポンジビッグ。ロージーローザの国民的スポンジからビッグタイプが出ます。これは熱い。顔はもちろん首やデコルテ周りにも使いやすい。どんぐらいビッグなんだろうね。二回りぐらいビッグなのかな。これも気になるな。そして次、7月の20日にケイトから大量に新作が出ます。ちょっとこれは今度まとめてレビューしようかなと思ってるんですけど、ざっと読み上げていきます。ケイトザアイカラーから新色2色、デザイニングブラウンアイズ数量限定2色、そして次、スーパーシャープライナー EX4.0 カッコショート筆レフィルです。はい、で次がスノースキンベース、次がラッシュマキシマイザー HP シークレット、次が 3D アイブロウカラー Z リニューアル発売ですね。そしてリップモンスタークリアトーン、そしてラスティングジェルアイライナー Z 数量限定。懐かしの平成のアイテムが今よみがえる。では次、ケイトは一旦終わりです。7月の21日発売、インテグレートふわ眉マスカラ新作。バリバリにならずふんわり美眉が長時間続く。インテグレートのね、眉マスカラも結構好きなんだよね。そして同じ日に、ウルピュアベース新作ですね。 SPF50+PA3+ の下地でカバーと潤いの2つのベールで綺麗な素肌を演出。仕上がりが一日中続くトーンアップ下地、これも気になる。そしてもう一個、ピタジェルアイブロウ簡単2ステップ、密着するから薄れにくいジェル生まれのペンシルとふんわりパウダーでグラデ美眉が一日中続く。はい、以上になります。7月も新作目白押しです。これは、はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になるものがあればチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。